6月8日火曜日朝5時35分のホームポイントは、そよ風程度っていうか、それより少し強めのオフショアが背後から吹いてますね。海には筋のようなうねりは見えますが、ショアブレイクというか、ほぼフラットですね。ホームポイントの右もしっかりとしたオフショアが背後から吹いています。筋のようなうねりさえほぼ見えず、フラットですね。気温は18度ぐらいです。風はオフショアそれほどビンビンではありませんが、しっかり吹いてますね。海には筋のようなうねりはなんとか見えますが、ショアブレイクというか、ほぼフラットですね。今日どうですかね。